下今市駅です。すっごいお天気いいです。これからバスに乗ってどっかに行くみたいなので早速行ってみたいと思います。行くぞこれからですね、二荒山神社と、浦見の滝の方をご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。数多いので、なかなか行き届かないかもしれませんので、何かご質問とかあれば、直接お聞きいただければと思います。天然水飲むとき、一つ流儀がありまして、これは僕たの勝手な流儀なんですが、ぜひ天然水にキスをしてください。アライブ感があるんで、試してみてください。でわー、緑の香りがする。これだ。さて、あ、中吉でーす。なんでかな、なんか大吉なかなか出ない。水は美味しい。天然水にキスをしてください。キスしました。爽やかな気持ちになりました。もう本当にこれぞおもてなしって感じで、イケメンおもてなしキャンプのイケメンたちもこれを見習うといいんじゃないかなって。